はい、皆さんこんにちは、ブバコーチの黒沢敦史です。もう嬉しくてしょうがないことっていうのがあります。それはですね、今回生徒さんからリサーチ表っていうのを買ったんですよ。どういうことか少し説明しますね。私は生徒さんにリサーチ表っていうのを無償で提供させていただいてるんですね。ここにちょっとうっすら見えてるものなんですが、それは中国で何元で買い付けるの何元だったり、アメリカで何ドルで売るだろうっていう何ドル、要するに買い付け価格と、あとは販売予定価格、そして商品の容積重量と量りに乗っけて測った時の重さのどちらか重い方っていうのを記入すると、アマゾンでの手数料も差し引いて純利益がどのぐらいかっていうのを暫定的に瞬時に計算するようなエクセル表っていうのを生徒さんに無償で提供させていただいてるんですよ。で、すでにバージョンも何回か改変しながらどんどん改善していったんですけれども、今回名前出していいと思うんですが、安倍さんという私の生徒さんがその私のリサーチ表っていうのをもっと改善できるってことで、ご自身で使うように改善をされたものっていうのを先日見せていただいたんですね。そしたらめちゃめちゃ良かったんですよ。もう自分の予想をはるかに超えるようなクオリティ、いろいろな機能が、自分が元で作ったものではあるんですけれども、安倍さんのプロフェッショナルな技能っていうのをもうガツンと入れた、もうスーパーリサーチ表みたいなものっていうのをご自身で作られて使っていらっしゃったんですね。で、今回結論から言いますと、私は安倍さんからリサーチ表っていうのを買います。ただでくれじゃないんですよ。ちゃんと買います。ちゃんと購入して、生徒さんには、この安倍さんが作られたもうスーパーリサーチ表っていうのを無償配布しようというふうに考えています。本当にそれがね、嬉しくてしょうがないんですよ。今までは私は、容積重量と量りに乗っけて測る重さのどちらか重い方を記載してくださいねっていうリサーチを作ってたんですよ。容積重量っていうのは、梱包サイズの縦かける横かける高さを一定の数で割ったものなんですよ。我々が基本的に使ってる代行会社、私や生徒さんが使ってる代行会社に関しては割る5をすればいいので、例えば 40cm×20cm×10cm の梱包の商品があったら 40×20×10 割る5をすれば容積重量何百グラムっていうのが出てくるんですね。で、その何百グラムっていうのと、その商品の梱包した時の重さ、まあ大体商品の重さと同じですから、商品の重量であればアリババに書いてありますよね。大抵それのどっちか重い方を記載してくださいっていう、まあちょっと面倒くさい、一手間かかるやり方だったんですけど、さすが安倍さん、容積重量と梱包サイズの3辺の値をそのまま入力すると、容積重量とどっちが重いかっていうのをちゃんと計算して重い方を反映してくれるっていうものを作られました。あとさらにですね、今までは損益分岐点を調べるために、何ドルで売った場合ってご自身でいちいち記入していかないといけなかったんですよ。まあ、例えば20ドルで売ったら利益が4ドル出る、何百円出るだとか、18ドルで売ったら利益がまだあと2ドル出るだとか、200円分くらい出るだとか、そういうのを自分で手入力していって初めて損益分岐点っていうのが出るっていうリサーチ表だったんですが、このスーパーリサーチ表はアリババの価格と、あとは重量ですね、商品の重量、正確に言うと商品の量りに乗っけた時の重さと3辺、梱包した時の3辺のサイズがこんぐらいかなっていうのを入力すると、もう自動的に損益分岐点が何ドルで売ったらトントンですよと、プラマイゼロですよと、もちろんアマゾンの手数料だとか関税だとか、そういった細かい手数料を除いてね、代行会社の手数料とか全部一切合切除いて、純利益ベースで何ドルが損益分岐点ですよっていうのを一瞬で計算してくれるっていうこと。まあこういった自分だと思いもよらなかったようなことっていうのをご自身で関数を打ち込んでですね、if 関数だとかいろんなものを打ち込んで作られたものがあります。で、これはもう買うっきゃないだろうっていうふうに思って、今回購入させていただきます。私がお伝えしたいポイントって2点あります。まず1点目なんですけれども、私の生徒さんもこのスーパーリサーチ表ですよねを使えるようになりますから、もうそれだけでも商品リサーチの手間っていうのが何段階も
改善されます、楽になります。だから本当楽しみにしていてください。で、繰り返しになりますが、自分は買って皆さんに渡すだけで、お金は払っちゃいるけれども、じゃあ誰の手柄かっていうと、私の手柄でも何でもなくて、安倍さんの手柄なんですよ。だから感謝したい方は安倍さんに感謝してください。私にはありがとうございますって別に言う必要はないですから、本当安倍さんの手柄です。で、あともう一点なんですけれども、これは私が自分自身が物販コンサルティングをやっていて、仲間作りをしていることの一つの、まあ、真の部分でもあるんですけど、コンサルティングって通常生徒さんから私が学費をいただいて海外物販っていうものを教える、まあ、自分がお金を常にもらう側で生徒さんが支払う側っていう関係性じゃないですか。それだけで終わらせたくないっていう気持ちがあるんですよ。例えばとある商品っていうのは、私木村さんっていう生徒さんにお渡しして販売代行を行ってもらってるんですね。それって結局木村さんに仕事をお願いすることによって、木村さんにも利益が出るし、自分にも利益が出るし、まあこれは合作と言いますか、中国語だと合作なんて言うんですけれども、まあ、共同作業ですよね。一緒にプロジェクトを進めていくような感じ。要するに先生生徒お金もらいます教えますっていうだけじゃなくて、もっともっと多種多様なつながりっていうのを生徒さんと持ちたいって思ってるんですね。自分が逆にお金を支払って技能だったりだとか労力だったりだとか商品だったりだとかアイデアだったり、そういったものっていうのを、まあ、自分が買う側になる、生徒さんがお金を支払う側じゃなくてお金を受け取る側になるようなシステムっていうのをどん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 作っていきたいなっていうふうに思っているんですよ。安倍さんが一番笑顔になれるような状況っていうのはどういう状況かっていうのもしっかり話し合っていく必要はあるものの、こういったことっていうのを皆さんに伝えられるというか、やりますよっていうのを言えること自体が自分の中でもめちゃめちゃ嬉しいことなので、本当にやったっていう感じですね。というわけで今回はスーパーリサーチ表カミングスーンと、もうちょっとで皆さんにご提供できるっていう話をいち早くさせていただきました。もう言いたくて言いたくてしょうがなかったので、対生徒さんにとっては嬉しいなって思っていただければなと思ってこの動画出してるんですけど、生徒でない方にとっても私が作り上げようとしている、まあ、システムみたいなものですよね。チームというか、っていうのはこんな感じなんですよっていうのをご理解いただければ、ひたすらなんだろうな、搾取する側とされる側みたいな感じの、その物販の講師側、運営側と生徒側じゃないんだよっていうのが自分のある種の売りでもあるというか、そうなった方がより自然だと思うし、よりみんなで笑顔になれると思うんですよね。まあ、なんて言うんでしょう、仲間作りみたいなものっていうのを今後も邁進貫徹していきたいなと思ったので、今回話させていただきました。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。では、失礼いたします。